どうもコブラです。今回はトーガドロの部位、スコーチスノートの入手仕方について、それについて紹介していこうと思います。武器には大量に必要で、こちらのリピーターのバレルだと15個必要となります。普通に行ってやるとですね、周回するとなかなか頭部が手に入らないというのが現状となります。 炎エスカレーションボスであるトウガドロの頭部をなるべく狙うような形でやっていった方がいいと思いますということは、まあ、拳だとビームを出すスペシャルがあるんですけどそれを使ってですね当てていくという形となりますね他の武器だと、まあ、投げ物を使って頭部を狙ったりとかした方が、まあ、一番効果的かなという感じがします トウガドロの攻撃でくるくる攻撃してくる攻撃があるんですけどそれをですね2の型でこいつをこけることができるようになりますまあこんな感じでこけますトウガドロが山に登って攻撃するモーションがありますがこれですね衝撃波の直前に回避を押すと避けることができますトウガドロがですねひるんだりとか するモーションがあります。その時は、まあ、畳みかけて頭を狙うようにしましょう。まあ、パーティーですと、ま、あひたすら頭を狙えばですね、トーガドロのこのスコーチスノートの入手ができると思います。このスコーチスノートがなかなか入手できないので、ま、あ先ほどリピーターでも15個とか必要な数がですね、多いので、まあ、周回する形となりますけど、 トーガドのの頭を狙うこととっていうのが一番重要だと思います今回は炎エスカレーションのボス、トウガドロの部位、スコーチスノートの入手方法について紹介いたしました。こちらのやり方に関しては、ひたすら頭を狙うっていう形で、そしてですね、パーティーにおいても頭を狙うことが重要だと思います。それだとちょっときついっていう感じがします。 この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。